今日ねちょっとお直しせずに始めちゃったからさ、ブサブサだな。だけの可愛い店員さんや、楽しかった。めっちゃこんばんは、こんばんは、ヤッホー、こんばんは、ツッチー、はじめまして。あ、この前来てくれた方のツッチーさんね。でね、横目で前のめちゃくちゃ可愛かったですね。横だったからね、しおりと見たよ。来たの、ダイエット中だけどいっぱい食べたかったやっぱさ、コラボイベントさ、東京だとさ、衛生の人は来れんなってなるよな。めいちゃん好き、ありがとう。今日も可愛いねって、ありがとう。いつも違う感じで、たくさわ、たくさわ、たくさわって何、あっちこっちじゃない方なね、名前呼んで、トントン、やあ、やおー、ライブ好きです、ごめんなさい、店長のカフェ行ってダメって思ってしまう。でもあれだね、遠征になっちゃうもんね。やっと帰ってきた、疲れたから癒しもらいに来ました。前田の配信で癒しあげれるならありがとうありがとう。ウィズラビ以来ですね。そうかな、ありがとう。いつもおはようにリップインなしてくれてありがとう。いやいや、こちらこそ。てか、うん、知名度低いからこれからできるだけ頑張って変えます。お、待ってます。ヤッホー、あ、あっちがあっちってことは、これがあの方のツッチさんね。秋、秋、どんの秋、ツアー来てくれた秋かな、ちゃうかな、ちゃうかな、行きたかったねえ。え、めっちゃもうね、なんて言ったらいいんやろ、え、めっちゃ楽しかった。あのね、しかもなんていう、ショーケース、なんフルあのさ、何、冷蔵庫みたいな、こあのケーキ屋さんみたいなやつで、そう、あれがあって、あの写真通りのとこにいて、2人ずつかな、ファンの人呼び込まれて入っていって、 そう、それで袋、後ろから袋とカップ入れるやつとストローとおしぼりとで、ジュースもらってセットして、こうやってマリナがなんかメンバーが詰めて、そうそうそう、メンバーがこうやって詰めて、保冷剤いる人は保冷剤入れて、でそっからチェキを、ドリンクの人はサインありやから、サイン書いて今日取ったチェキにね。でマリナたちマスクなしやけんさ、そうそうそう、それでこうやってカキカキして、お時間でーすってやったら渡すって感じやから、準備しよる時もファンの人とお話できたし、チェキも1分以上あったと思う、1分ぐらいかな、あったから、多分いつもより長いって感じたと思う。そうそうそう、なんかいきなり前髪が荒れ地になったんだけど、なんでさっきまでめっちゃ綺麗だったの。そうだから、もうこうして、でお時間ですってやれたら、こうチェキ渡して、このジュースとサンド渡して、ありがとうって、ほんまにお店屋さんの人やった、あの店員さん、店員さんやったで。あって、コメントめっちゃ流れちゃった。大阪で初めましてした感じの人です。あー、光る、その光るだ、分かったよ。前なね、ライブ中めちゃ目あったねえ、めっちゃ最近さ、ツイートほな見してくれるの、ミオルでー、ありがとう。大好き、初見です。お、そのどの大好きだ。久しぶりのおろし嬉しかった。そう、なんかライブでなかなかこのおろしはできんくて、ちょっと汗がやばくてね、みんな多分知ってると思う、あの私の代謝の高さびしょびしょっていうね。そう、だからこういうイベントはなるべくなんか普段せん感じの髪型、ポニテにしようかなと思ったの、店員さんやけん。でもポニテいつもするしなと思っておろしました。宅飲みしてるから寝落ちしたらごめんやで。全然いいな、宅飲み。直樹、こんばんは、初見です。おお、この感じはあれだ、あれだ、あやかちゃんのでしょ。ウェアビーコだと思う、あのコスプレ、あー、コスプレ、どっちだ、どっちのコスプレだ、バレンタインの方、制服、
マスクなしおめでちゃん解散倒れそうになった。絶対なってない、絶対なってない、いじってきたよ。まだ2回目らしい。え、また練習まだ2回目なの。なんかもうちょっとなんか見てる感じする。にやどうしたん松也これで分かるもん、なんかつら。いやでもね、アイコン覚えたよ。なんかこのキラキラしてる方があのデビュー時からのツッチーさんで、もう違う方のツッチーさんは最近来てくれてるツッチーさんっていう覚え方した。から大丈夫。あ、サングラスだ。エジさんさっきぶり。地元駅着いたら豪雨でびっくり。マジガチの店員さんみたいな感じなんですね。そう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 、本当に詰めてマリナがどうぞってした。YouTube で3月12日マジクル見たらマジで、あ、そうマリナおらんかったんよ。そういうなんか映像に残る系とかマリナ本当におらんこと多いね。タイミング悪いよね。そう、え、結構神目だと思った。自分でもこっちも楽しいし、ファンの人もえどう思ってるのか分かんないけど、まあ楽しんでもらえたんじゃないかと思って。こっちマスクなかったから、そうそうそう、まあ机一個分は挟んでるけどね。マリナはね、マンゴーラッシーだった。めっちゃ美味しかったよ。いっぱいだけもらってファンの人に飲んだけど、めっちゃ美味しかった。マリナのはちょっとこってりというか甘め、甘めな感じ。マリナどこで毎日癒されてます。コメントすごいし、あ、一人をコメントしてくれよ、ありがとう。めっちゃ良かったでしょ。 BPM さんこんばんは。今日話長くてよかったね。なかったでしょ。そう、マスクなし、行きた、みんな行きたかったって。あー、キランヤッホー。そう、しかもね、こうでなんて言うんだろう、いつもだったらさ、こあないわここに、なんだっけ、なんだっけ、いた忘れちゃった、なんだっけ、忘れた。サイン書いてる時の板、あれあるっけ。こうやって必死になるけど、今日机台あったからこうやって書きやすかった。レラシ美味しかった。明日行こうかな。え、ゆうと前の推しやないの。明日誰に行くんだ。美穂は今日やったよ。誰に行くの言うと。ヘッドサンド何個持って帰ったん。結局5つもらったんだけど、でねえねとマリナでとりあえず1個ずつ袋に入れて、ちょっとなんかで、まあマネージャーさんがね、食べたいって言ってたから、いつもありがとうございますって、まあファンの人からもらったんですけどどうぞって言ってあげて、そう、踏んで、あとねショーケースに残ってたのはメンバーが持って帰って、そんでなんかスタッフさん1人は持ってて、でもなんか2人持ってなくて、でそれでなんかでも今日チェキいっぱい取ってもらったし、そうなんか何もないのもなと思って、まあ1個ずつ持って帰ればいいかと思って、まあ多分マイナーのファンの人は別にスタッフさんに食べたいって言ってたスタッフさんとかに渡しても怒るような人たちじゃないだろうなと思って、スタッフさんに今日ありがとうございましたって渡したから2つ持って帰った。まだね食べてない。さっきご飯食べ終わったっけ。ケランヤホー、そこで買いませんと言ってもらって、この会社えいないよだって。まあ前なバイトぐらいしかしたことない。あ、カフェ系はやったことない。日曜にやってほしいイベントだ。そういうのはねライブとかが重なるからね。ノブヤッホー初見ん、どのノブだろう、あのノブかなあのノブかなとか言っちゃってわからんよね。メッテルありがとう、最近ホナミしてるの笑とえ、でもなんかね、ことちゃんとマリナを押してくれるの、なんて言うんだろう、ジャムズさんだったらことちゃんで、バニクルだったらマリナって言ってくれるのが、自分的にめちゃくちゃ嬉しくて、マリナもことちゃん大好きだから。そう、まあね、なんか嬉しいことにね、なんかたまに系統似てるよって言ってくださることもあるからね、ちょっと嬉しくて嬉しくてしか言うとらん
でもね、ほなみとか検索引っかかるやつでツイートしてくれてるのはめちゃくちゃ嬉しい。見てるしね。とばちんやっほー、あれ初めて来たみたい。初めてなんかなと思ってやけん、だっけどんどんのぶって言ったんよ。イベントと知らずに一般の人が買いに来たんか。いや来てないと思う。後ろ後ろお店の外に列があって、だからねお店自体が閉店してる時間にマリナたちのコラボイベントやったから、6時までで お店が閉店して、マリナたちは6時半から8時半まで、まあちょっと過ぎてたけど、そう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 、そうなんですよ。だから一般の人はえみたいな、何の列みたいに思ってた人はおるかもしれん。しのやっほーやっほー、一段の歌の人たちいる？本当？どこだろう。マリルリって何？おろしだと透明感すごかった？本当？なんでだろう。そんな変わるんかな。たかし、はじめまして、はじめまして。15歳のマリさんも素敵だった。間違いない。ねえ、あれ横顔だからさ、あんま顔見えてないと思って載せた。キウイドリンクよりマンゴーが良かったです。おしめに怒られるよ。どこそのツッチーさん目の時から話したことなかったから、せっかくだしと思って訳したさ。じゃあバレンタインの時だ、ありがとう。そうしたらまさかの知ってくれて嬉しかった。いえいえ。あ、しおりやっほー、来てくれた。もう寝るんかな、時間的に寝るんかな。勝手にやらないでよ。ん？どういうこと？え、ちゃんと告知したよ、マイナ。マイちゃん見かけた、店員さん頑張ってたね。え、来てたの今日？マイナ、ま、あれだ、名前知っとるけど、カート名前わかんないや。あー、絵文字間違えた。月1ぐらいやってほしいイベント。本当に？でもなんか、思ったよりなんか、マリナが初めの枚数受注の枚数聞いてたよりかは来てくれた。なんか配信でその3度無理だったら食べるよって言ったのもあってかな、ちょっとみんな買ってくれてたみたいで、当日のレギュで買ってくれてた人も4人ぐらいいて、そう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 、嬉しかった。アジュこんばんは。お、こんばんは。正面から話ってなかなかないから。正面ないん、あ、そっか、いつも横並びか、そういうこと。はい、大体正面線です。今日のプレゼントは俺のセレクトですわ。え、見たよ、パウダーのやつでしょ。かわいいな。まだでも中開けてないけん、ちょっとなんとも言え、なんか使ってみてどうって言いたくない。あ、ヒロヤホー、お疲れ様でした。マンゴーらしいってカレー屋さんでよく飲む。あ、そうそう、そうだと思う、多分。でもめちゃくちゃ美味しかったよ、前のももらって飲んだ。それにタピオカ入っとったけん、なんていうんやろ、ナタデココのジュースもあって入っとるのが、やばい、頭が回ってない。どうしてか言ってない。お腹たまるかなとは思った。2杯とか飲んでくれてる人は結構きついかなと思ってたりしちゃったりしちゃったり。ライブ見た時わからなかったって曲ってわからなかった曲めちゃくちゃ調べて最近聞いてます。良すぎます。何何何、どの曲言ってくれたらバニクルの曲流せるよ。タブレットでしおるけん、こっちの携帯で流せるよ。あいちゃん、あいともなくてやばいよ。本当？イエーイ、タピオカ入ってたね。初めてタピオカ食べた、マジ人生初。目の末からの1ヶ月ぐらいは激務なので落ち着いたら現場行きたいです。激務頑張って。年度末ってことは今月？でもさ、今月とさ年度始めは絶対みんな忙しいよねって思って、そんな時にワンマンが入っちゃってるからさ、みんなねって思ってたりしちゃったりしちゃったりして。大阪によくしてバナナ大好きさね。オッケーオッケー。
花火さんって袋いりますかって聞かれたい人生でした。あ、今日はあの聞かれるも何も袋に全部詰めてたからでも前の昔一応ねバイトちょっとしてたから、あのレジ袋ご利用ですかって言う方はできるの、言う方はできるのに、あのなんだろう、お客さんだったらできない、なんでだろうね。明日もあると思ってた、ないですないです。明日は誰だっけ、ユミ、リョカ、カンナ、ミユの4人、そうだから今日の4人と顔タイです。席がカルブランヨに選ばせてくれたのは感動した。え、だってさ、わざわざさ、みんな仕事終わりにさ、まあ多分甘いものが好きな人もおると思うけどさ、甘いものが苦手って人もおったんよ、やっぱマイナのファンの人ではね。そうだから、そうで、なんかチェキをこうランダムなんだけど、あれ自分で渡せる制度だったから、いろんなの撮ったり、外で撮ったり、アップでぬいぐるみ持って撮ったり、あの置いてるとこのにこうやってして撮ったりしたから、なんかね、同じようなの2枚来るよりかはさ、せっかく来たけん違うのをさ渡したくてね、どれがいいとか言ってたね、どっちがいいとか言ってやってたよね。のり、お、こんばんは、やっほー、ゆう、やっほー、お、どのゆうだろう、初見だ、優しい、そうかな、ありがとう。あ、バードさんじゃないか、この前ぶり、ありがとう。一個持ってたスタッフさんはラッシーも飲んでました。あ、そうなの、あげたの、タスクあげたの。みずちゃん、みずたに、よ、やっほー、こんばんは、前に、あ、大工来たよ、受け取ってね、迷ったから OK。 あ、ほんと？よかったよかった。あ、待って、ん、めっちゃ溜まってるね、ちょっと待って、ブワーってブワーって読ま、真っ先出るみおちゃんになってる、俺は怒るよ、ウーバーまだウーバーの店員になりな衝撃惜しかった。あ、石井さんこんばんは、今1位だ、甘くないやつでお願いします。マンゴーらしい、結構甘かったけど飲めたんよね。フルさんの恨みしいわなって思っちゃったわ。来てくれてよかったのに。呼んだ？呼んだよ。何呼んだって。さ、呼んだば、え？ことちゃん今日も可愛かったです。いいですね。今年のメンさんを知ってなくてすいません。全然。え、りょうかもタイプ一緒やと思う。はい、今日初めてジャムトーク行ってきた。ほい。あ、マー君、やっほー。アンパンマンの飲むだね。あ、よかったよかったって言ったわ。関西でも、やりたい。大阪でやりたい。なんでって感じやけど。大阪でやりたい。まあね、結構大阪ぜ危なすいません、前世のなファンの人大阪来やすいけんさ、結構ねやりたいよね。いつかまゆちゃんが作ったスイーツを買えるイベントを開催。うわー、ケーキ作りたいケーキ作りたい。待機列でジャムズ見えてバレたの恥ずかしくて死ぬかと思いました。なんでいいやん別に。え、でもマニクルではないんかなとは思ってた、初めから見ない顔だなと生まれた時から可愛いんだな。そんなこと、2、3歳がピークだった、自分の全盛期。ふいちゃんすごいですが、サムホップ歌うとこしびれます。え、めっちゃ良い、あれでしょ、歌い出しでしょ、でれれ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 れ、キュイトリック飲みたかった、なんやとさせられたじゃないやろ、してくれたやろ。僕夏がここだった、レモンのやつか、行きたいけど正直フルーツあんまり好きじゃない。もらえますよ食べますよ、マイナがチェキだけでいいならってなっちゃう。11日友達連れて行きますね。お、ありがとうございます。どのたかし、どのたかしだ、あ、誰だった、今フルーツサンド食べた、マイナまだ冷蔵庫に入れてる。いや、誕生日は今年よくわかんないまま年取ってます。え、もう誕生日来たの、言ってくれればあのリップでお祝いするよ。ワンマン以外消える可能性が、オーマイガー、手紙さんちゃんとしたことないのね。え、読めたよちゃんと。マリナのね、なくすからってね、マスクケースに入れてね、今もまだマスクケースに入ってる。マニクルどっかでもう一回見たいなの気持ち。見に来て、ヒカル見に来てよ、また下手にいてよ下手めっちゃ目合う。うまそうだけど日曜の朝のライブ楽しすぎたらこれでしていこうやね。え、いたの、え、いたの、ノブバイナに来てくれてなくないか、忙しいのにしろって言われたけど、まいちゃん選びました、ありがとう。それ大丈夫、次の日にブワって来たりしない、フルーツサンド食べる夢ながらね、
寝てやる。おやすみ。甘いもの好きなの春太郎さん。おやすみ。甘いの好きだから大食いできます。え、星ですって何、何書いたの。今日よかったから明日も行くか迷ってる。あ、でも東京いるんならね。フルーツサンドでバルクアップ、バルクアップって何。今日のメイクはいつも、え、でもね、そんなに変えてないよメイク。でもいつもよりアイラインがうまく引けたの、目に沿って。忙しすぎてオフ会まで行けんかも。オフ会まで行けんかも。ツアーの、わ、ツアーのオフ会当たったの。フルーツサンドでバルクアップって気持ち、星からの愛が入ってる。どういうこと、どういうこと。やばいやばい、わからんわからん、その筋肉話わからん。メンバー複数に回ってた人いました。いたよ、3人回ってた人いた。ほんまにやばい好き。え、まだ挟んでくれとるやろ筆箱、ありがとう。ダメか、解散。どういうこと。え、だって名古屋さ、元が香川やからね、大阪と名古屋って言われたらやっぱね大阪の方が来やすいんよ。中野でやりなよ。じゃあ誘ってよ。バニクルを呼んでよ。帰宅？お、あ、夜猫さんこんばんは。お疲れ大根。シャムローのぬいぐるみゲットできなかったの、泣いた。え、結構最後まで残ってたよ。2,3 歳がピークは割と、ん、 2,3 歳がピークはみんな割とその可能性だから。やっぱそうだよね。いやでも本当に、なんだっけな、一回ね、去年の誕生日に20歳になりましたって載せたのが 2歳とかだったと思う。え、ちょっと見てみよう、何載せたっけね。ちょっと検索かけよう。20歳。え、これさ、なんか反射して危ないかな、ちょっとアップする、キモいか、こんな。見えんね。ちょっとあのマリナのアカウント入って20歳ってあのアカウントの中で検索したら一緒に出てくるよ。ちょっと見てみて。おお、チョコ食べ過ぎてやばい、フルーツサンドで味変したい。え、なんでそんなチョコ今食べよん。フルーツサンドは帰宅即冷蔵庫、冷蔵庫です。マリナも冷蔵庫入れた。え、だって今日が可愛さピークで明日がまたピークになるよって今考えた僕が言った。あ、素晴らしい、可愛い更新してるよってことね。それはもうね、嬉しいお言葉です。退化しないように頑張んないと。メイドくん、こんばんは。こんばんは。何か言うたらね、たま、ん、たまたま下手行ってよかった、本当に偶然見たね。え、めっちゃめっちゃあそこめっちゃ良かったよ。なんか本当にびっくりするぐらい、でもマリナがその初めて見るお顔だったから、こうやってバーって見てて、まあ、前方あんましなんか自分のファンの人いることがあんまなくて、まあ、マリナのファンの人ってやっぱ一般席が多いというかちょっと遠目が多い、あんまなんて言うんだろう、んな気がするんだけど、そうだからね、前方あんま見ないんだけど、いつもでもあのステージって前方って言ってもそんなに近くなかったから、いつもの前方だとこうなるやん、これこう見ることなくて、なんか常に奥見ちゃうからさ。そうなんだけど、あのところは本当にめちゃくちゃ良いところにいた。で、そのおかげでね、初めまして来てくれたしね。来月やっとバニクル見れる。3月やっぱ無理やったね。こんばんは。あ、アンディこんばんは。バタバタやっほー。たくさんあるんです、バルカップ。もうバルカップが分からんって。かわいいね、ありがとう。ホワイトデーとこの前マキしか行ったことない。11日で3回目です。お、ほんと、いいじゃん、バニクルさんチームなろ。おはぎの相手して遅れました。お、風邪はな、お病気はなったかね。おはぎさん、前のワンちゃんだったな、ワンちゃんだったかもね。長野来いよ。だからバニクルを呼んでって。なぜ毎日は筋トレの筋トレ話ってわかるのか。いや、その話2人がするのは筋トレっしょ。筋肉話、ただ前にバニクル四国、え、マジで四国行きたい。てか香川さ行きたくね。あのフェストハレとかさ、モンスターぐらいならさ頑張ればできるんじゃない。フェストハレはでかいか。
いやでもそんなことない気もする。長野やるどい、あれが2歳、あれね2歳多分だって2004年って書いてないかな。前の2002年生まれ02ラインでございます。これね写真にね書いてる2004年3月ってことは、あいん2歳なってない、なってるわ、ん2003年の7月でなってないわ。1歳何ヶ月、9ヶ月か8ヶ月かそこらへん。加害者ねしたよ。ああおっかいツアーね、えすごっ、マジで運いいやん。ツアーのオフ会とか全然当たってないよみんな。めっちゃ面接する。あれだって人数少ないよオフ会って、いつもいつもってか毎回しかしたことないけど、髪の毛がいっぱいある子ん勉強してきますね。裸見てニヤニヤしながら今日も髪の毛好きやありがとう頑張って。ガチで2歳ぐらいで、あとそうガチで2歳ぐらいえ見た、見てない人ちょっと見てみて。小さい頃は髪の毛多い子でしたか。小さい頃はねめっちゃ男の子みたいな顔してたよ。割と髪の毛はあったけど茶髪でめっちゃ色素薄くて、今も多分ちょっと毛細い方だと思うんだけど、茶色いしね、これ地毛だから、ふわふわしてた、ふわふわしてた。ミキティかわいい、ありがとう、地元来いよ連れてってよ。なにちゃん昔についていいね、それた、それ実はそれは俺実はしおりちゃんの芝居、えそうよ、だからえしおりだったんかと思って。でもしおりおらんかったっけあの時確かね、お熱で。いやそういうことと思って、それで誰になったんかとか思っちゃったりしちゃって、秋遅く忘れなかったごめんなさい。いや全然いいよ、予定合わなかったんかなと思っただけだから大丈夫。会ったらって言ってたしね、なんか絶対行くねっていうよりかはさ、予定合わせてさ、合われればん合わせられればやばいやばい、会えればん合わせられれば行くねって言ってたからさ、大丈夫だよ。下手側にいるかもです、 OK 探します。背面食べてくださいね、ん大根ありがとうございました。前は遊びに行くと後ろ目の席がいいんです。そうなんかね、そうかもしれない、背が高いので遠くから見守れます。おお、そう言われ、えでも結構前にいること多い気がするけど、地味はまあね、想像つきで大根しましたそこちゃんと言うんだね、かわいい、ありがとう。電波のせいでバチバチ、よくないよくないね、なんかマリナとさライブ中水谷目合うのは珍しくない、マリナがあんま気づかんこと多いバルカップはハルクホーンしか言えないやつ、分からん分からん分からん、どういうこと。次行く時も気合であの辺行きます、マリナみたいので、え嬉しい、待ってます。え大阪だと来れる、おせんべいいいやん、マリナポテチ食べちゃう。コフィルカライブ見ないのごめんなさい、えそれなえ前方にいるイメージないよ松也。一回東京来た時にマーキーかなんかで、本当にマリナの目の前松也ポツンみたいな感じで延々となんか棒立ちで見てるの面白かっためっちゃ見てくれるやんと思いながら松也見てた。あワイマツさんやっほー、初遠征は香川で予定してます。行きたいよね香川。固定ツイが学校卒業ツイートだったから00かと思ったら02で声出ました本当そう00だと思うよね、短大です、短大卒業隠すのもね、多分大学モザイク伸ばしたら短期まで消えちゃったから、そうみんな確か22だと思うよね、こんな老け顔だしねそう短期大学です、短期大学です、二十歳まだ二十歳だよね、そうだよね、まあ確かに、え確かにマリナのこれ見た感じさめちゃくちゃ22やん、わーでもすぐ年いきそう。何年だ、馬
って読むこれ。馬年、馬年、馬年だと思う。バニラクル香川への初上陸はバニークルライブと誓います。本当？頑張るね。凱旋福岡結構行けてるしね。凱旋あとだとあと地方だったら両家の福島と千葉と神奈川行ってるしねぐらいじゃない。地方そんなにいないんだよね。香川隣の家まで車で移動しないといけないって香川出身の秋島みたい。ああ、あやちでしょ絶対。あやちでしょ。前あやち知ってるからね昔から。可愛かったよ昔から。香川に宿ないからな。いやあるよあるよ。アパとかならいっぱいあるって。あ、ないかもしれん。めっちゃ今あるってって言いながら東京を思い浮かべたわ。確かに香川全然ホテルないかも。どうなんだろう。確かに宿ないかもしれん。はあ、大変大変。香川は本当にないかもしれん。どうなんやろ。分からん。2003年の7月はトラウマの時や。どういうこと。馬年。一回りも違うの。まだ会ったことないもんね。分かんないよ。男の子みたいな子は今でも名称じゃなくて。ありがとう。あけダメで駆け抜けていくよ。俺の2歳の時どうだった。坂のあのアルバムとかあるんじゃない。写真なんかしらの。バニクル来てよ。待ってます。純喜ヤッホー。ヤッホー今日来たかった。当日もあったっけ。来てほしかった。そのせいでバチバチよやって。いい、うまいな。あんま見つけることないけん大丈夫よ。今週行くのにバニクルライバーかと思ったらジャムジャム福岡で泣いた。それな。確かに。なんかねバニクルね3月マジで土日遠征しかしてなくて、名古屋大阪福岡って全然土日だからね。前田たちも東京がメインで来やすいっていうファンの人は本当に会えてない。悪口言われてる。言ってないよ。言ってないよ。めっちゃ見てくれてありがとうって。よそ見しなくてありがとうってことだよ。あつこり店員さんチキ可愛くて一緒見てる。あれね今日ちゃんとあそこの行って撮ってすぐ開店だったから取り立てほやほや。マリナさん未成年に見えますよ。初めて言われた。でもなんかバニクルとして活動し始めてからなんか18とかには見えるよって言ってもらえること増えた。でもさあのさこの前載せたやん15歳の私って。あれ見てさ15歳だと思わんくない。昔は本当に中学生だったのに高3とか言われてさ、みたいな。中2ですけどってめっちゃ言ってたな。懐かしい。今はでもさ年相応の顔だよね。年相応ですよ。ありがとう。水辺で話したまゆちゃんの希望かなうかも。何希望かなうかも。老けてない。まだ JK いける。JK はきつくない。 JK3 ぐらいならいける。3ぐらいならいける。一つ下だと思ったら3つ下だったのでおじいさん落ち込みました。何歳だ。 23？ 全然おじさんじゃないよ。あ、22だと思ってたからってことね。一つ下だと思ったらってことね。ことちゃんと同い年よ。マリナこっちゃんと同い年やで。ひかる。あさりやっほー。地方地元ん千葉を地方に混ぜない。だって東京以外って考えただけ。へからいの酔い方へのなった。やっほー、ありがとう。後期初見さんありがとうございます。かわいいやってありがとう。キャー君こんばんは。初見なの。20歳超えてからマジで1年1年あっという間で。それな。マジでそれな。もうやばいよ。21の台来ちゃうよ。怖い怖い。普段は前方優先しか買わないのくさ。そうなん。いいこと知った。じゃあ来そうな時は前方探せば松屋いるんやね。みっちやほー。カンナさんの配信から移動しか。もうカンニャは終わったのかな。マリナさん長いからね。ねえ、自分でも分かってるよ。でもね
みんなとねこうやってあのコメントしてもらって読むのね楽しいよ楽しいよ。そうだからガチでチェキ落としました。道端に可愛い子が落ちてる渋谷もいいよね。え落としたの最低いいけど別に手元にほとんど残ってなくない。アシュベチさん名前教えてもらえるまでずっとアシュベチさんって呼ぶからね本当。ああ簡単新しく買ったんか。あ丸亀にはあるって。香川マジでない。えなんでわかるん。光るどこの人。香川行ったことあるか。香川に宿そこそこあるって。えあるえどっち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 。前ね宿実家が香川やけんさ泊まることないけわからん。東横インもあるよやって。ちょっとわからん話しよるけどあるって。みんな野宿やテント張っちゃう。愛知知り合い。そうか。そうマネちゃんやえるちくらいの美少女いたらめっちゃもんね。そうこれね言っていいんだろうか。いいんかな。マイナが前やってたグループのあのファン側であゆちが来てたんだよ。マリナシじゃないけど。そう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 。いやあの頃からめっちゃ可愛かったよ。絶対アイドルになれるよって言ってみんなで言ってた。ビッシュのねあのフェスト晴れ来た時のマリナが中3とかの時にねあの並んでたらあゆちあったよ。ハテじゃなくてチョンビッピさんありがとう。僕の思いと気持ち今日マリナ綺麗だった。え今日だけ今日だけ。フルーツさんフルーツほなみサンドなんだい。えそうよ愛知香川よ。俺言ってたの新しく入った。あ違う違う。えあ違う違う。誰だ星川マリマノちゃんの話だった。え誰誰誰誰誰わかんないわかんない。俺2歳で見つけたけど宇宙人みたいで。本当もっと欲しかった。みんな若い。どういうこと。まゆちゃん最初10代だと思ってた。え最初は10代だったよ。まゆなまだ19歳だった。そやろ大人っぽいやろ15にしてはねえ。琴とまゆな同い年なのやばい。え光る知らんかった。琴ちゃんも20歳よ。マリナとしかもね1ヶ月もって変わんない。2週間ぐらい8月12とかだったっけな。琴ちゃんみんな誕生日覚えるの苦手すぎてね全然覚えたことないんだよね。でも8月だった。琴ちゃんと2週間ぐらいしか変わんない。琴ちゃんの方のお姉さんに見えるあれじゃない。髪色とかじゃない。落ち着いて見えるし。でもね琴ちゃんの方が多分中身バブいよ。可愛い本当に本当にバブいから私の話やめてください。みんなかよ。あれおじさんじゃないってみんな。松屋来いよ呼ばれとるよ。行くならどっちがいいって聞いたやつ。どの話したっけ。あうんイベントの話。あさりもうおじさんって違う。え愛媛なの。愛媛なの。ええめっちゃ分かり合える話いっぱいあるかもしれん光ると。え愛媛めっちゃ近いやん。香川のお隣さんやで。今度その話しようよ。絶対花咲くよ話に。マイさん殴って助かってる。香川さん本毎日配信だから T シャツの。ああそう俺配信するかなと思って。でも告知したらめっちゃカンニャと20秒差ぐらいで言ってて、ごめんって LINE したけど大丈夫だよって言った。あ救急車の音。いやお家の近くいっぱい通るんだよ。ごめん。ここでライブ見てるけどステージから見えてる。いやあのねライブハウスによる。見える時もあれば見えない時もある。あのね宝大阪みたいな日曜の大阪はマジで見えんかった。2段上がったぐらいから本当にもう真っ暗。こう照らされとるしねいつもライトが。逆光でみんなを見てる状態やからそんなに見えんこと多いかもしれん。ほなみ家以外に。ほなみ家狭くてちっこいから無理だね。そんなお広いお家に住んでないんで。私のお家万能声ならテント張れるな。だってやだ取れなかった。まいちゃんの実家でやだダメ。マイナーじゃなかったのか。ん？あマイナーじゃなかった。倒れないでください。今日特に綺麗だった。ありがとう。
したいね。デレラ宣言と変わりましょう。でもかぶってもいない時あったやん、2、3回。立てて、急いで、頑張るわ。追敗で泥落としたって話してるから大丈夫。あ、ほんと？よかったよかった。22日の追加メンバーな、まだ分からんわ。マリナ8月13、うわ惜しい、1日違う。ね、充電しやんのにさ、あ、10% なんだけど、やばいやばい。そう、19歳でした。マリちゃん一番人気フルーツサンドでしたね。そんなことないよ。そう、ドマレコの、そう、元秋渋のね、ことは生まれたてのバブっていうか、が絶対これガキって私やろ。違うよ。あ、ごめん、1日ずれてたね。俺もことちゃんと同い年、絶対違うやろ。本当言っとる？もうちょっと上じゃないの？今度ことちゃんのとこ行ってこようかな。釣られずに。でも絶対釣られるよ。だから可愛いんだもん。通知来るよね。すぐ見てる？ありがとう。チェキ取った後、マイナーと話したから落ち着き方がやばい。ん？コットンとチェキ取った後にマリナと話したから落ち着き方がやばくて本当に。どっちが上だと思って。マリナの方が落ち着いてたってこと？どっちが落ち着いてた？これ充電落ちるかな。これね、充電さしながらやったんやけど、なんでだろう。隣だね。うん、まあ漢字一文字違うけどね。今日はまだ30代だが、全然いい。もうお気持ちは若くいこう。さとちゃんほぼ赤ちゃん。同い年なんだが。JK よきよき。気持ちはもう定年。行き過ぎた人おる。見えない方が俺的にはありがたい。そうなの？ペンラ使った？19でパパの話でちゃうからだろ。前髪だ。そうなの？みんな子供？と、マジ？そうなんだ。似合いテントあります。晴れないよ。ジジイっていじられる。ジジイですよ。そんなに上じゃないでしょ。3つとかでしょ。愛媛と香川とか誤差じゃん。もう絶対そう。もう前の真横だよ。真横だよ。言うなれば気持ちはないだし、いけるいける。同いだし行っちゃおう。ふっさーたのむつごいのもむつごいもの食べたくなった。何？ご飯系ってこと？しょ、お、これってしょ？違う。最近ごとちゃんいけてない。そうなの？あ、でも確かにかぶった時いないとか。全然マリナが上かと思った。マリナね、マリナが上なんだ。そんなに落ちてっとったかな。でも前な、何やろ、どうやろ、どういうイメージ持った？マリナにステージとか話し、何、初めましてした時とかねえ。わらわらわら、何、あ、草剣やっほー、ヤンチが好きで新規来てくださいって言われた。あれ、かっこ一膳になってる。もうそこはマリナのとこおるぐらい、かっこマリナにしときなよ。抜けてない、抜けてない。充電マークできてるけど、多分消費があれ大きいんだと思う。泣きます？何泣きますって。生活してます。いいんじゃない、 JK 行っちゃおう。ライブパフォーマンス見て辛いそうになってるし。もうそれはわかる。ダメだよ。関西の水野さんと優ちゃん同い年死んじゃない。それな、そこ同い年ってね、結構おーってなるよね。気まぐれなのかな、なんだろうね。マイナのマンションが気まぐれなのかな。ようかん、お、はじめまして、かわいい、ありがとう。またマウント取り合いしたいな。やっぱそのショーやね。いってー、爪マウント取り合いしようね。マジで。でも通称取れんかったんよ。ちょっとチキっちゃって、お腹ツンツンした。お腹出てるとか言って、ちょっと今日寒いって言っとった。ことちゃんかわいい。前のまだ20歳よ。なんで信じられんって。何、今日行きたかったけど全然仕事間に合わなかった。今日愛子ちゃんも一緒やったのに。どうしても食べたいですね。シュー、スーくん、
迷ってる、ありがとう。ガキとか言うのよくないよ本当に。うん、水谷が言うたんや。ステージではわんぱくそうだったけど話したらなんか冷静で、なんだこの子ってなんだマジ。よく言われるの逆だよ。ステージ見たらなんて喋なんてクールみたいなイメージ持って、意外と笑うんだね、喋るんだねみたいな言われるけど、ヒカルめっちゃ真逆。初めて言われた。ワンパクも初めて言われた。あれかな、めっちゃでかく踊るというかピョンピョンするというか全力みたいな感じやけんかな。かぶるからコトちゃんいけん。かぶること多いかもしれん。違う、でも顔の系とちょっと似とるとこ、まあこうやって見ればあるかもしれんけど、多分タイプは全然違うんじゃないかな。ことちゃんの方がバブいよ多分。その女たちが全員さとのちゃん、あ、うん、お風呂入ってきます。でもそのうち終わりよ。もうね、なんか充電全然持たない。なんでだろう、今日調子悪いんかな。タブレット、ヤッホーヤッホー赤ちゃんって、いやほんと可愛いんだよ。そのまま撮られて負けた。マリアさん若いよねって、二十歳だから言うてもう10代じゃないから。ステージ上から見た時つ、んステージの上から目合った話と待機列の横通った話の記憶しかない。でもそれはそう、それはマリナもそう、そのイメージ強すぎてね。さすがに目合いすぎて服装とか顔とかちょっと覚えちゃってたもんね。だからその特典会列、あ、いると思って、あ、ジャムズさんなんだって思いながら通ってた。全然こっち見てなかったけど爪カチカチ。そうね、保育行ってたからさ、爪伸ばすのもダメで、そうだったけど、もう今は爪 OK だからね、ネイルやってるのよ、嬉しくて。しおりは確かに見えんかも。見た目はクール、中身は甘えん坊、それがマネージャー。そうかな、クール、何を言ってるのかよくわからんでもめっちゃマネージャークールって言われるよ。ことちゃん新規の初めましてしたけど緊張した。わかるわかる、めちゃくちゃわかる。大人っぽいなと思った。あと方言かわいすぎた。でもそんなに方言でんくない、まだ認知されてない。じゃあ早く会いに来て。前の甘えん坊のイメージしかない。よかった。初めまして前の子供で楽しかった記憶。そんなに子供だったかな。チェーンキモはいっちゃうのね。今 9% なのよ。 9%ステージではクール、特典会配信ではマシンガントーク&笑顔が素敵なことになりましたね。ありがとう外こんなに笑わんかな。そうなんかな、大人っぽい。本当マリナ誰好きなコトちゃん、そういうあれじゃない。マリナさんのステージはチリが苦手で数字が、チリが苦手で数字が得意そうな印象。ん、数学が得意。絶対これ涼香やろ、涼香が言っとったやつやろなあのね、ファンの人がね、涼香のインスタライブこの前してたの送ってきてくれて、あのねマリナね、ディスられてるなって思ったほんと、もう涼香の方が年下やけんなと思って。マリナの方が一切お姉さんやから。前のはもうクールなイメージないんだよ。おしゃべりよ、おしゃべりだね。そうなんかね、今はマグネットしてる、めっちゃシンプルなやつ、斜めにマグネットしてる、パーツついてないからさ、まあなくていいんだよねパーツって思っちゃって。しかもこれソフトジェルだからすぐ剥がれちゃう。全然こっち見てなかったけど笑うあの彼でジロジロ見えんやろ確かにね、まあ確かにね。そのうちその爪でうちの子刺すんだろうな。刺してあげようか。方言結構出とる、マジ。この美人の先生いなかったでも結構保育のね学校行ってたんだけど、マリナのクラスマジで可愛かったよ。可愛い子いっぱいいたよ本当に。もう全然マリナなんか全然って感じ。やばいやばい、充電がやばいって言われた。バーッと読めますね。そろそろ絶対緊張してないやろ。
そう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 なんよ、保育はね爪ダメだからね。俺誰好きなん、もうそこはマリナって言っちゃおうマリナって言っちゃおう。初めて初めて見たのが配信だからクールさんのイメージなくてごめんなさい。いや全然クールのイメージ持ってほしいわけじゃない、マリナ全然クールじゃない。ね、ゆうとは思ってただろうな、今は悪くない、めっちゃ話しやすく、めっちゃ話しやすくて安心した。でもね楽しかったね、マウントの取り合い。でもなんかあのお話ができたから多分なんて2人ともわーって話したんだと思う、だと思った。めっちゃ可愛くなりましたね、ありがとう。めっちゃ苦手なの、あのね英語も苦手、英語もできない、私理系だと思ってる、純白なアホだと聞きました。おー、りょうかー、りょうかさん言っとこ、 LINE しとこ、りょうかは純白なアホって言った、マリのことって。でもねめちゃくちゃ言われる、最近言われる、本当にめっちゃ言われる。ライブで見た時あんまりクールなイメージなかったけど、そう、でもさ日曜日のさあれ瀬戸里はさ結構笑わない曲あって前半2曲笑ってないよ、バズーカとハイヤーだったでしょ、前のあんま笑ってはないんだけど、珍しい。別に前のクールじゃないからイメージ持たなくて大丈夫、本当にクールじゃないからいいよ。なんで前になんて言われた記憶、まあ確かに言ったかもしれん、長いもんねんけどねってこと。1週間どのスー君名前一緒、1週間前に会いに行ったばかり、名前違う？スー君？シュ？ス？マジでごめん、本当に人の覚えるの遅いんよ。一歳お姉さん？あ、やばいね、絶対これコメントやばいね。さぬき弁でめっちゃ話してる気がするんだけど気のせい？俺ももっと方言で話そう。カズキはもうバリバリの関西弁で来てほしい。その爪で本当に刺されそう、刺さないよ、可愛いけど。ありがとう、イントネーションがずっとこ、もうマリナめっちゃ都会に染まったって言われたよ、神楽に密告します。何を密告するの、何を密告するの、絶対水谷のことでしょ、ダメ話した時聞いたことある方言だったから出身近いのかなって思ってた。出てたでもね別に方言を直すつもりはない、いや姫野かちくろうとしないの、松屋松田って呼ぶぞ、下の名前で呼ぶぞ本当は言ったけど、そういうこと、確かにホールがさ変わったけん多分入りきらんかったんやと思う。誰かもね、誰かのね友達もね統計無理だったみたいな話聞いた。じゃあ会えとったのに会えんかったんか、悲しい。物販だけとかも入れんかったよね、関西圏の人でクールってイメージがない。ほんまに僕の画面真っ暗で何も聞こえてないから耐えた、オッケー。純白のアホは名言すぎる。なんでなんだろう、純白って表現、純粋とやつ、何が違うん、孫ってこと。8月のタイムカプセルやった、やってないです。純白なアホいじりのレベル高すぎる。めっちゃね言われる、本当になんかもう、ゆみちゃんからはなんかもうなんか染まらないでほしいってめっちゃ言われる。何がじゃ何がめっちゃ言うけど、なんかすごいねバカにされてる気分だよメンバーめっちゃいじってくんの最近、なんかもうマリナって意外とバカだよねって、いややっぱおバカさんだよめっちゃ言われる。そんなことないですよ皆さん、ないの、別におバカさんじゃないからね、そこそこの普通ぐらいは通ってきたはず。一枚消えたから待ってます、松屋の発音で姫の一枚消え、どういうこと、緊張しちゃう、やけんって言ってるから全然四国やってそうかもしれん、でもそれは本当に抜け、方言出てしまう、話す話題ありません、どうしたらいいですか、マリナと
じゃあマリナがマシンガントークするね。都会に染まって悲しいよ僕は。マリナ染まってないよ。何が知らないか本名教えなく、ごめんやけど本名は知ってるよ本名は知ってるよ。言ってないけど。いやな愛ちゃんはね、愛ちゃんやったらマリナにじゃあ知ってるって聞こう。知ってると思う。なんかたまに会うんだけど、でも話しかけるタイミングがなんか結構近くて、マリナがライブ行ってる時に特典会してるとか逆とか、そう全然合わなくて。でもライブ前って準備急いでしてるから、アイドルさんって話しかけるのさダメじゃんって思うと全然話しかけなくて、いつもあお疲れ様ですあみたいな感じ。ライブしか見てないけどそれは分からんて。そう俺も大阪行ったのに。本当に言っとる。ハイヤーと時々マジで良かったっす。おーよかった。ハイヤーめっちゃマリナ好き。リアルに止まったんだけど、なんか言いました。いや何も言ってない。マリナそこそこのバカなのか。違う。やだ、会ったバカのヒカルにバカって言われるのやだ思われるのやだ。マリナバカじゃない、抜けてるだけです。まあそれもそれでどうかと思うけどね。ねメンバー結構おもろいに言うんだね。言う。あでも学力はね、前でだって高校もあの専門系の高校、調理師取ったからね高校で。だからあのなんて言うんだろう、普通科目4つしか受けてないので、あと9教科専門教科で3年間やっちゃってるから、普通に総合なんだっけ、国語総合、コミュエ、数学、なんかね、地理か世界史か日本史で、なんか理科系、生物科学系の5つかのなんか5教科で、じゃあ8か、いやでも9教科やったな。であの授業してたから、あのマリナのね科がね一番なんて言うんだろう、あの忙しい科にいましたね。そうだからまあ、あんま勉強やってない、普通教科。まゆちゃんのダンスまた見たい。めっちゃよかった。ありがとう、めっちゃ嬉しい。漢字は読めないですね。まゆちゃんじゃないけど、それやん。コメントがなかなか追いつかん、みんなありがとう。すすバカなの気づいてた。ちょっとバカじゃないって。てかなんで知ってんだよ。チェキで前いけんけんって言ったら、友達にけんが2回連続つんかやばいって言われて。やばくないよ、やばくない。使うって、普通に使うよ。方言というかイントネーション近くだね。でも結構戻ったんよ。本名自分から教える前に他のとこがバセてるの謎すぎる。名字しか知らん。聞いたわ大阪で。姉さんアホじゃないからバニクロみんな頭いいんだな。まあそういうことにしよう。愛ちゃんはじめにいたマニアの話知ってどういうことある。頑張って話しかける。私なんか見てて、ウィズラでしてたことあるし。それなんか前いつも言ってくれるよね。ごめん。上手か下手どっちで踊ることは多い。下手です。上手はいかない。しかもあのね、だいたい下手の端っこ見てればマリナ登場するよ。あのね、センター行くことないし、歌割りがそもそもないからね、端っこでずっと踊ってる。算数って何？なんでいきなり？この前しおり頭悪いって聞いたら普通のから。しおりは多分ね、勉強ができる、なんかあのしおり語がすごい多いだけしおり語がなんとかねてりーとかが多いだけで、多分しおり普通に勉強できると思う。マリナって言っちゃいなよねえ、普通に会ったわけですよ。いや全然いいよ、面白いから。うどん作る自由か。違うよ、あと給食抜けてはないあれしおりいたの？勉強の合間かな。チェキで、どのチェキだ？オンラインチェキでございます。子供園で子供の保育しながら給食まで作れるんだ、すげえ。そうだよ、そうだから給食作れちゃいます本名で SNS やってて罪マジ。自分より賢い子に惹かれる。本当？だから勉強はできる。勉強なんだろう、専門ばっかやってきたから、なんて言うんだろうな、なんか文法やっとけば、なんかマリナの科の子は
なんだろう、科目数が多すぎて15とか14教科あって他の子って8教科とかなの。だからなんかもうマリアの科の子は忙しすぎるから、しかもね1個落としたら8単位落ちるみたいな授業もあったから、そうだからなんか英語とかの先生はなんかこっからここの範囲で文法やっとけば30は取れるよみたいな、文法と単語やっとけば30取れるテスト作ってあげてるから文法と単語だけはやってみたいな、応用できなくてもいいから欠点は逃れてみたいな感じで文法しかやってこなくて、あの並び適当に覚えて、ただ並び替えとかなんか当てはめるのは結構点取ったから、まあ赤点は逃れてたっていうぐらいだからね、英語できないんだよね。見るかりすぎ、ありがとう。しかも端っこにマリナカット下手の端っこにマリナカットインしてきた記憶しかない。カットインって何今の、え、前なんか見てこの子バカだと思ってるメンバーがいるな。いやーどうだろうね。未来こんばんは、マリナちゃん。あ、もしかして赤ちゃん推しのちゃうかな、下手で踊っちょるよ。うわもうそうやって、それはね半分噛んだのあるからね。松也マリナ意外とハイスペックでさ意外とね、意外とね、免許持ってるからね。そうなんか今まであんまし言わんかったけど、雑誌でマーキーの雑誌かなんかで一回言ってもういいかと思って、もう香川出てるしと思ったけど、そうだからね意外と免許持ってるんだよ。調理師と保育士と幼稚園教諭とベビーシッター持ってる。ほらほら頭いい。オンラインのリストね、たまに本名送る。勉強飽きた、お金すぎて頭痛くなった、マリちゃん見に来た、あお疲れ。やっぱ下手か、この間たまたま下手見ててめっちゃ見た。そう下手が多いのよ。あと MC も下手でいるね。天然だと思ってる、いや天然じゃない、国家資格持ってるんだから十分すごい。うち思ってるけど大変だと思う。大変やね、特に保育士本当に大変だった。ハゲるかと思った。勉強だけなくても生きていけるから大丈夫。それなーそれなー、みゆってツイッターの ID の話なかなか面白くって、え、なになになに、自分初見やった。そうやね、ありがとう。英語できなくてもなんとかなるでしょ、なんとかなるでしょ、なんとかなるでしょ。英語のせいで浪人した。まあね、そんな浪人するようなあの偏差値のお高い学校行ってなかったから、まあ、そこそこ取れればいけたみたいな。なんか前の視界に飛び込んできた。ああ、う、見てたらマリナがこう来たってことね。じゃあ下手でよかった。マリナさん端にいても目立つ、でも目立つように全力で踊ってるからよくびしょびしょになってる。見直した、失礼。よかった。そうだからまあ一応なんて言うんだろう ね、 あのね、賢くはないけど、あの頑張って勉強して取ってきた全部だから全然人よりできないよ。あ、運転免許も持ってるよ。運転免許も一応持ってる。そうなんだよね、意外とね持ってるんだよね。たまに本名おいさふしゃないしゃない、スペック高いかな。え、でも全然さ、なんて言うんだろう、あの大学すごいとこ出たりしてないから別にそんなにって感じせん。賢いね、坊坊やで。本名は読めないだろうから、え、カラッチの本名は知っとるよ。ずっと遠く星になってる、悲しかった。どこだ、下手いたらめっちゃ目あって、めっちゃ見えて、みんなが、え、でもね、あの日はしおりめっちゃ見えてた。ごめん、めっちゃしおり見えてた。勉強できるかじゃなくてやるべきことをやるかどうか出してた。そうだね、そうだね、それだけ資格あればしょうがないんだよな。安泰やね、ありがとう。ひらかな、えぐいのも漢字が、あ、コメント落ち着いた。漢字弱いよね、わかる。四国とか車の免許必須だもんね。そう、本当にそう、本当にだって最寄り駅行くんだったら全然そこら辺のスーパー行った方が近いもん。最寄り駅遠すぎて歩いたら1時間半かかるよ。全然歩いて帰ったことあるけど。左側のポジション多くない？え、だから左側のポジション下手、そうそうそう、多いのよ。初めて、あー、みくちゃんありがとう。あ、恐れ多い、そう、普通にすごい、そう、頑張ったんですよ。しかも高校ね、部活もやってたからね。ほんとようやったわ自分って思う。ほんとにマリナの科に入ってる子はね、ほんとなんか
先生が卒業式の時にもうみんなよく頑張ったって言ってた。なんか授業もねみんなと違う時間帯だったの。なんか普通にチャイム鳴るけど間に合わないから、みんなが授業始まってる時にコックコートのままあれなんだ、ロッカーにダッシュして教材取りに行くみたいな。香川出身、めっちゃ目合ってる、気のせいずっと頭の中調べる。めっちゃ目合ってる。でも15人ぐらいでチェキ取った前のやつ、量が3人だ。私の名前間違ってないよ。すごい、本名バレてなさそうで耐えた。違う違う、本名を水谷に自分で言った、マリナに。そう、下手は変換しちゃダメ、下手になっちゃうからかな多分。運転免許の写真公開配信する、しない。せっかく漢字読めない子なのに俺の名前簡単な漢字しかないの来た。それなそれな、すぐ読めちゃったよ。最寄り駅は迷ってないの、電車1時間1本とか切れてた。それめっちゃわかる、多分絶対愛媛も香川も一緒。あ、愛媛前のめっちゃライブで行ってたよ、松山ぐらいだけど。松山わかるかな、あのサロキ。わからんかな、わかる。最寄り駅まで車で10分以上かかるな、最寄り15分ちょいぐらい、15分ぐらいかな。赤ちゃん車免許とか持たせたら壁とか破壊していきそう。確かにめっちゃわかるかもしれん。よっ、マイナってありがとう。オレンジペンラ2本爆振りしとく、お願いします、ありがとう。絶対見つけれる。アイドルの中では英語上手な方かな、ほんと。でもそれは教えてくれたから、スペルだよ。くれないと生きていけないよね、わかる、それなです。ちょっとフラッチ C だよ、覚えとるよ。あバラされてるバラされてるよ。松山に反応すな、松屋四国じゃないけど、この前ある地方行ったら4時間ぐらい電車なくてびっくりした。それはね、あれだ、バスだ。バスはね5時半とかでさ確かなくなるよ。4時とか5時半とか5時とかそこら辺でなくなる。マイズはあいかちゃんのコンビ好き、ありがとう。めっちゃ一緒にいるよ。朝からうどん食うよね、まあ食べる人もいると思う。目合ってた、目合ってた。めっちゃ分かりやすいとこで役員送ってた、絶対自分だと思ってない。ミュウなんていうの出てきた、ああだね、だってみーゆーだからね、みゆーなんだと思ったら全然違った。サロキ来てくれ、行きたいよ。香川田舎だよ。前なんちゃきつい人は友達のお前また新しい子行ってディディジルされてた。確か、でもさポニテの子気になったんでしょ、光る。って思った勝手になんか嫉妬してた。マイナじゃないのってバニクルマイナじゃないの、いやいやバニクル班ですねえ、てか2人と水谷と松也2人とのまあ名前似とるよね。マイナちゃんと目合いたい、結構目合っとると思ったんやけど、マリナだけ。香川の有名人3人教えて、誰、あのあれあれあれなんだっけ、俳優さん、俳優さんやばいやばい出てこん、水戸用の誰だっけ、名前が出てこん。嫉妬ニヤじゃないのよ。ステージから誰いるって分かるもんな、分かる会場もあればめっちゃ奥は分からんとこもある。でも大体は分かるかな。ニヤニヤマリナとメアとニヤニヤしてきて可愛い絶対にポニテじゃなかったんでマリナからいいね来て焦り、そうね、そうだよポニテじゃないのに、だってマリナが会った時ハフツだったでしょ。ハフツだったけど、ポチポチしちゃったよね。マニクルって入ってるしいいやと思ってポチポチしちゃったよね。あ、そう、かなめじゅんさん、そう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 。僕はフリーです。新鮮さんじゃないの、しゅ。マリナあと一人教えて、誰、マリナって言った子、香川真司、誰。おかげで仲良くなりました、ありがとう。いえいえ、若い頃偏見の香川で蛇口をひねったらうどんが出てくると思って、だいぶすごいな。一ノ瀬さん誰だよ、誰誰誰誰、わかんない。香川てる雪、わからんよ。早くライブ行きたい、早く来て、4月、もう4月になるけんさ会えるってことやね。
さすがにバニクルはマリナです。本当？じゃあマリナあれだね、アップダンスはマリナとコツちゃん推しだね、ヒカルは。やったー。イーストの後ろって見える、え、見える見える。マリナね、今日来てないかな、いつも結構ね後方の後ろ真ん中らへんでいる人いるんだけど、まあマリナは2番目かなみたいな、マリナは2番目かなみたいな人なんだけど、めっちゃ見つける。別にペンラも持ってないけど、ごめんね、結構見渡すこと多くて、そう結構ね見つけてるよ。あと MC の時にあってなる人もいる、あのマリナシじゃなくてね、あの挨拶の時とか結構ファンの人を見てる、なんかありがとうございましたってみんなをこっちからこうバーって見てお礼言うようにしてる、ね、今日来てバニクル見てくれてありがとうって意味で。だから意外とその時に見えたりする、ああそんな端っこいたのみたいなとか。それ見つけてもらえますか、書道何。いや SE 中ずっとオタク探してるやん。それはそう、それはそう、なんかオレンジを探してる、めちゃくちゃ SE はあれでしょ、じゃじゃじゃばにゃくじゃ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 、これの時か、これの時めっちゃ見てるわ。確かに2番目わかる。え、なんでわかるの、初見の配信詰められるのマジで何。え、もういいから早く話したい、もう地元トークしよう。どこいたって聞かれるの好きっす。え、バチバチしたいんじゃなくて、目なしなので次は絶対見つけてください。オレンジ持ってくれてたら絶対わかるよ。5月か7月には東京行く、待ってます。5月だったらもうすぐだね。来月のチケ番割とよかった。おお、じゃあ前の方いる、え、先生バレないのが、え、結構バレてるよ、いつもの場所見ちゃうから。マリナーって叫びたかったっけ、あそこじゃ、ちっちゃくちょっと叫んじゃって。なんかさシーンってしてるね、なんか書ける、もうちょっとで終わるけどね、もう 6% しかない。もうマリナさんおしゃべりなんでね、すいませんね。え、なんか初めて見る人ってこんなにこいつ喋るんやみたいな思われるんかな、やだ。あ、でかい音、いいんじゃない今更感あるけど、まあこんなに来てくれてありがとうってことで。自己紹介最後のところマリナがオレンジなの知った時には手を振って、え、そうだからね、いつも思う、なんか中の MC で自己紹介ないと絶対なんかこの子何色なんだろうみたいな思うよなと思って、そうそうそう、話しやすそうな子でよかった、ポジティブよかった。行ってライブ行きたい、またつい、え、大阪行きたい、トークレッスン、え、出たんじゃないんかな、まだやってるからあのライブないけど、真ん中からね時に聞くやん、だって見つけれんないもんね、下手に降りすぎて。串消えた、このティンカベルね、マリナの声なんだよね、恥ずかしい。今はミユの声で定着してるけど、うまく言えないから、おしゃべりは良いこと？本当でもなんかさ、今日充電しとけばよかった。別にね今日配信する予定なくて、充電してなくて 20% とかしかなかったんだけど、地面で決まる、あそこ見てない、お、そこ見てないってことせんのほしだから大阪で下手オレンジ、え、本当？ありがとう。え、じゃあ絶対目合っとるやん、マリナがさ顔を知らんかったからさ、わからんかっただけで。東京でライブやるの、東京メインだよ大丈夫です、ちょしゃべる、全然絶対思っとる、これ絶対ヒカル思った言い方してる、今も行くよ、ここでしょカラッチ一般開放されてないです、まだされてないね、これからも頭見つけてください、わかった、バズーカじゃあ A メロまで飛んでてね。マリちゃんの声はすぐわかるね、本当？どこ、マリナの声だったの今知ってる、
ビビった。え、どこ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 。ティンカベールはあの本当の音源はミユでも、あの初めに音源として送られてきたのはマリナの音源なの。なんでって感じやけど、マリナとリョーカとあやかちゃんで初めティンカベル撮って、なんかあなんかぽい人をするってなって、結局その3人でもなく、振り付けの時にあのプロデューサーさんに決まってないから振り付けが誰に向くのかみたいな決められないってなって、で連絡を煽ったら姫野ってやるか、あ違うんだみたいななったっていう裏話。名古屋来ましたので、え名古屋はめっちゃ行くと思う。聞こえてるものの、え聞こえる聞こえる、意外と聞こえるよ。でもねちっちゃく聞こえてる、自分音楽聴いてるからさ。今日またくなってきた、前髪びしゃびしゃ離れちゃうけどやだー、前髪びしゃびしゃやだ。足長いマリナ、えありがとう。マサイしなくてごめんなさい、いいよしなくて全然。好きってなるけど振り忘れなく、え大丈夫忘れないよ。そうティンカベルっぽくなかったみたい。メンとアイさんしかなことにないので一旦全員頑張ります。えでもそれで推し変しないでね、もうバニクラマリナ推しでいてついにバレたからな、言ってくれたよね。あそうバニクルね、今週末の4月1日キャナルシティさんと、どこだっけな、ちょっと待ってよ、キャナルシティ博多さんと何 JR 博多シティ3階スタジオテラスっていうところで撮影可能ライブあります。よかったら来てね。福岡やからね来れないって人多いかもしれんけど、でなんかいきなり告知始めたって思うけどごめんね。で2日目が1本目のライブがジャムズさんとツーマンライブで、2本目がバニサイ、なんとなんとバニサイ紫衣装着るよって。えでねちゃんとブーツもショートブーツだから楽しみにしてて。絶対紫衣装見たことない人いっぱいいるよね。マリナは紫衣装の方が好きだから、みんなぜひ来てほしい。そうそうそう本当に、えもう紫衣装やっと着れる。マリナまだ衣装変わってからさ、みんなマリナがお休みの時に一回来たのかな、みんなは。だけどマリナ着てなくて、そうだからもう嬉しくて嬉しくて。でも福岡ってマリナのお宅なね、マリナのファンの人はねそんなにね遠征来ないから、まあ着にくいだろうなと思って、そう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 、だからどうなんだろうと思いながらね。え紫衣装の方が好きでしょ、言うと思った。なんかあの方がなんて言うんだろう、ぽいのかな、シンプルな感じで。いやショートブーツが嬉しくてね、めちゃくちゃマリナさん写真撮っていいんですか。えぜひぜひ撮ってください。相談、同じこと彼女に相談してたら和樹は体に染みついてるって言われてくすっ た。えだって絶対そうでしょ、大丈夫よ。あったね、そうマリナおらん時に。だからぜひ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 来てください。東京で着ないね、全然着ないね、色が濃いから映える。あーまあ確かになんか淡い色やけんね。あー衣装こっちの部屋じゃないわ、パッキングだっけするからあっちの部屋持ってったわ紫衣装。紫が好きってのもあるんだよマリナは。え待って何時までにしよう、何時までにする。でもね充電が言うて 4% なの言うて 4% なの。まゆちゃんはせっかく一眼持ってるし、ま、撮ってみたいけど。え一眼持ってんの、すごっ。えまたさ今度さもうちょっとなんて言うんだろう、もう今多分さ知ってすぐやけんさ無理やろうけど、また撮影可能あったら光来てよ、撮って撮って。何時までにして何時まで伸びるのか、いや充電が多分持たない、もう 4% なのよ。そう前の衣装、あのね衣装はねおうち管理だよ。そうザブザブ洗ってる。あじゃあそろそろさ
うーん、どうしよう、50分ぐらいまでにする？充電が持てば。充電ね、刺してるの、これ刺しながらやってんだけど追いついてない。だから50分までにするかね。東京で撮影可能やりたくない？だったらなんかね、みんな土日だったら来やすそうじゃない？噛んだ、来やすそうじゃない？でもこれ買ったばっかないよね。1000マリナはこの配信を終わってから今日のフルーツサンドを食べます。みんなありがとうね、お仕事終わり来てくれて。思ってたより来てくれたから嬉しかった。なんか当日買い足してくれた人もいたし。旧型充電器使ってるのそういうの、どうなんやろ。新しいよ、あのなんていうの、先端が丸いやつ。もう 4% しかないの、 4% しか。しかもみんな明日もお仕事でしょ、早く寝なきゃ。今日配信出たの助かります、よかった。大丈夫、前の今日はあんま寝ないから多分今日ね、オンラインチェキを終わらそうかなって思ってます。今日の最後めちゃくちゃ面白すぎたから待って私。何今日の最後って何？とりあえず曲かけよう。あ、ハイヤーじゃねこれ。じゃあランキング読むか。目にゴミ入った。なんだろうこれ、まん丸いやつ。あ、ハイヤーしてる。何最後って。ああそういうことね、フルーツサンドね。あ、これだ。じゃあちょっとランキング読もう。とりあえず充電がね落ちてもいいようにね。あ、前髪取り込みしたいや。ハイヤーの最初のとこ歌うの難しい。どこ？ルームフォローしたし、夜弾くね、ありがとう。明日も仕事できる。ごめんね。でもマリナは明日は何しようかなって感じ。まずお片付けしなきゃだね。ダンス良すぎた？ほんと？カッコつけてドヤドヤ踊ってるから。ハイヤーね、歌詞めっちゃいいからね。ちょっとみんなハイヤーの歌詞もう一回見てみて。結構いいよ歌詞。じゃあランキング13位からで合ってるね。合ってる。ハイヤー OK。 13位キリア、12位ヨシオンさん、11位アレックスさん、10位タスク、9位松安、8位西枕。お、いたの、ありがとう。7位、おお、ヒカルが消えてるけど、 400X さん。6位ワイマツさん、5位モトちゃん、4位イッシーさん、3位ホイホイさん、2位カラッチ、1位トモヒサさん。おお、1位だ、ありがとう。あ、モトちゃんいたの、まだいるかな。まあいいや、今度会った時に俺よ。じゃあまあ50分か55分ぐらいね。スクショするじゃなくていい、今日は割と可愛い。あ、いる、傘ありがとう、もとちゃん。マジで助かった。ほら、わがままに笑って困らせてまいれ、かわいい。スクショしよるかやばい、噛んだ。可愛くないから噛むなってな。何したらいい。何したらいい、いつもわからん。どうしよう。ちょっと待ってね。結構かわいいお袖なのよ。
に合うかな。え、どのいつものって。あ、はい、終わっちゃった。どうする。あ、音源が公開されてないやつがいいんじゃない。何があるかな。これ、この振りのやつ、これもね、めっちゃ清楚感ある。ほんと、やったー。中身変わってないよ。今日かわいい服じゃない。そんな日もあるでしょ。あ、スクショしてんのにやばいやばい。何がいいかな。私の通り唯一。何がある、あとなんかある、これしてっていうの。髪サラサラですね、ありがとう。なんかある、何来る。あざといやつって何。マイナ、そういうなんかもう可愛いけどみたいなギャラじゃない。何がある、教えてよ。光る猫、さっきやったよ。はみ出た、はみ出た。おこ顔、へー、あざといなんて何。あちゃちゃダンスのポーズ、あちゃちってなくない。え、初めのやつ、こうやってやってるだけだよ。レディーゴー。え、どうしよう、ない、かわいくできる。いいよ全然。言ってくれればするけど。何があるかな。いらんね、さっきやったよ。じゃあ5分までね。 OK かな今日ね。寝られとかわいい。え、何、こうやってしてたやつ。押し返しちゃダメだぞっていうこと。あ、これできるかな今日。入ってる？入ってない？ハイヤーのポーズってこんなんしかないよ。どう、何があるんだろう。オッケー。オッケーだって。マリクルポーズしてるの嘘みたいに思えなくさ。まあマリナはね、思いで有名なね。ね、まあまあまあ。いや、あの最近ね、本当にマリナ推しさんがなんかどん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 他の人のところにね行くことが増えておりまして、ちょっと私はすごく悲しいので、それだけ。カプセルって音源ないのか。じゃあ5分までなんでね。え、重い、わからん。一番嫉妬深い。え、やだ、そのキャラはつけないでくれ。そんなことないよって言ってみんな。
人に特典会の時に言う。だってみんながみんなじゃないもん。みんなどの曲が好きなんだろう。結構これはさ、声出しの時、声出しライブの時はさ結構人気。そう、今日このお洋服可愛くない？まあワインなのじゃないんだけど。バズーカ、あー恋愛予報わかる。おしまいついてるのかい。もうじゃあノーコメントでしょ。なんかやだ、なんとなくどんな人かつかめましたやって。やだー、なんか嫌な。どういうイメージなんだ。みんなインスタもよかったら見てね。あ、スクショしよう。マリナが、あちあち好き、あロブサイダー、あわかった、マリナのソロが長いからでしょ。違う、すごくめちゃくちゃ可愛い、ありがとう。これね、なんか実はね、これ後ろリボンになってる、見える、ほらリボンになってる。髪伸びたね、めっちゃ長い。チャ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 、そうね、可愛くない、腕もさふわふわ。お姉さまのおね、うん、ソロパート長いけど下手ですやん。それな、まあちなみにね、この曲は私歌わりないのであんまり聞こえないと思います。1時にする。絶対これ5分伸びる。あ、そう、スクショしてない、スクショしたいんだよね。アイドルみたい、また言うの、アイドルです。メンヘラっていう、そういうのよくわかりません。え、このじゃメンヘラなの、かわいい、めちゃくちゃいい印象です。よかった、マジでなんやこいつと思われたらどうしようと思って。ストレートおろしがこの世で一番好きな髪型なのでやばいです。本当？え、2番目は何が好き？改めてガーリーな服装だね。そう、今日は可愛いお洋服で。そんな髪の中でもいいですね。いいでしょ。まあ短くする予定はないから。え、どうする？いきなりマリナがここぐらいまでこうパサッて切ってきて、このくらいに似合わな、似合わな。似合わな、無理だ。100人、おう、1000人いきました。ちょ、待って待って、ラブサイダーかけとかか。春服は可愛いの多くてよきですね。ね、ハフツ2番目好き。あ、じゃあ出会った時ハフツ、よかった。でもポニテンも好きそう。ストレートよき、そのね、ライブ中あんまさできんのよね、意外とあるよ。なんかさ、わ、黒い服着ると茶色いの目立つ、次元です。短くなったら教え、え、推し変ってこと。まあずっとロングだから大丈夫。ポジティブの目線上よくずらす、はずはずがいいんですよ。どうだろう、今日は夢瞑想爆裂します。じゃあ振ってね、全力でオレンジ、マジストレートがちでいいな。ほんと？よかった。あ、ちょっとマイナーのスクショしよう。これさ、どうやったら綺麗にするんだろうね。切れたらごめん、電源ボタン押しちゃう可能性大。え、むず、いけたかな。あ、ボブ 2%、 ボブ似合わないよ。え、救急車通った？全然気づかんかった。今日は流れが早いね。なんの？スクショで電源切る。俺も、いや、これね、タブレットさ、
あ、来た。お似合い、ウレタンピンクの唇。はい、唯一のソロ。これね、なんて言うんだろう、こことここにあるのさ、あのタブレットだから充電、高速処しなくちゃいけなくてむずいのよ。え、さっきからめっちゃ撮ってる。剣髪やったことない、前のまだ髪の毛染めたことないよ。だからね、多分金髪は許してくれん。ああ、違う部屋だからだよ、寝室。ここで寝てる。なんかさ、なんか普通にこうやってしてパシャって撮りたいよね。毛先だけはあった。まあまあどれかいいのがあるだろう。ライブ中はちょい、うん、低め、低めだね。あれが高い、厚さの繊維が一番高いと思う、パートの中で。あ、あれも高いかも。もっと強くなってって言うから、うおーってなる。髪の毛染めたことないってあいつだね。あいつもなんだ。金髪はね、許されないの。着るのも許可取らなくちゃいけないし、朝まで起きてたらお嬢様抱っこして起こして、あ、お姉様か、お嬢様抱っこかと思った。お姉様起こしてあげてね。びっくりした。オッケーオッケー。あ、え、絶対起きとるわ。起こしてあげよう。配信1時間半やってるの、時間そんなにやっとる。マイナの配信は1回が長いから、まあまあまあ、あ、じゃあちょっとあれ言っとこう。ワンマンと告知下なんだよね。4月11日がツアーファイナル、東京のツアーファイナルで、バニーツアーね。で、4月19日が、超バニーアタック東京の陣だっけ、ワンマンライブが東京であります。で、4月22日が、バニーアタック、何やったっけ、水筒よ福岡の陣でワンマンライブがあるので、あ、東京はツアーがオーウェスト、ワンマンがオーイーストで、福岡のワンマンがゼップ福岡です。え、合ってるよね。です。だからみんな、よかったらちょっとでも気になるよって人がいたら、ぜひ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 。ツアーはね、多分一般無料だから、ワンマンもね、なんだろう、多分いつもよりちょっと取りやすいお値段なのかな、わかんないけど、まだ出てないから。だからよかったら遊びに来てください。ツアーはね、ほんとね、1時間ちょっとあるから、バニクル全曲見れちゃいます。バニクルさんまだそんなに曲数がないから、全曲見れちゃいます。もう気になったら来るしかない、絶対来てほしい。イーストだからね、いっぱい入れるよ。11、19休み取れたよ。え、ありがとう。福岡ももうよかったら来てほしいな。しばらく間来そうだから寂しいな。本当 OK かな。ヒヤヒヤ、金髪しないから大丈夫だよ。許し出ないから多分。次の髪色を候補ください。でも前の色が一番好き。行きたすぎる。あ、すぎてんてんてん。どれかだけでも気になってくれたら、まあ、マリナ結構告知はするから、チキ発とかだったら。だからまあ公式見つつ、マリナのツイッターも見てもらえたら分かりやすいかなと思います。え、なんかさ、充電ちょっと回復したんやけど。マリナのツイッターだけ見ときます。 OK、 じゃあマリナ告知頑張ります。全部見ててね。何時までやってる？元気やね。え、めちゃくちゃ元気よ。え、なんならね、全然できるんだけど、多分ね、お姉様がもう寝るのと、こちら寝室なんで、
もう寝るのと、あと充電がないです。あのね、後でねスクショ載せようか。本当に充電ないの。 2% から 3% になった。明日仕事、みんな明日仕事の人寝ないでね、頑張って。もう配信終わるから今すぐにおねんねしてください。マイナはまだまだ元気にチェキをかけます。そう、これは恋愛予報。歌詞かわいいよね。マイナもこれからお風呂メイクしてる。いいんじゃない。これいつもね後から見たら顔がブサイクすぎてね泣いるんだよ。え、押せない。まあどれかしらいいのはあるでしょう。みんなお風呂早く入ってね。睡眠時間もう早く寝て、前のももう終わりにするね。伸ばしたらみんなも寝れなくなっちゃうから、そんな感じで今日も見てくれてありがとうございました。今日結構ゲリラではないけど、まあゲリラに近い配信だった。もうだって1時だし。なのに1000人超えてありがとうございます。もうないかな、言い終わったかな。ワンマンよかったら来てね。ツアーも、ツアーももう今チケ発してるし一般無料だから、ぜひ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 。4月11日待ってます。ありがとうね。なんかさ、文字が出てない時に押せばいい。顔が中途半端。まあなんとかなるかな、いっぱいスクショしたから大丈夫だ。はい、じゃあみんな、マイナもお風呂に入ります。長い間見てくれてありがとう。結構初めから多分ずっと見てくれてる人も、途中抜けしたけど戻ってきてくれた人もいるっぽい。ありがとう。またまあするときはなんかいきなりドーンっていうよりかは、何分からするねっていうのは告知するので、また遊びに来てください。いっぱいコメントありがとう。アイテムも、あ、フルーツサンド今から食べるよ。ありがとう。じゃあねー、おやすみなさーい。おやすみー。おやすみー。